じゃあマイクは、マイクはこれだったらボーって割れるので、はい、これぐらいでは喋ろうか。話してみて、これぐらいで話して。話さない。これぐらいで。つけるみたいな。つけたらね、ボーボー。これで話して。これね、いろんなところに、いろんなところに全部。バジとバーにも見てもらうな。え、沖縄だから見てもらわないし。すごいな。いいっすね。でも子供はやっぱそうじゃないとダメっすね。やんちゃざまりね。ちょっと待って、今 CM があと2本入ります。この CM があと20秒で終わります。で、次にまた入ってみます。全然写真撮っても全然変わらないんです。音が入っても全然大丈夫です。あ、そうですか。お父さんやる？ん？お父さんはお父さんが喋らなくても二人で喋ってくれる。すごいな。はい、行きます。10秒前です。口ちょっと話して喋ってね。ます。頑固情報番組読谷ラジオ、本日の放送もここ読谷村高志穂にございます。大天王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしております。時刻は9時17分。この時間は読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い。さあ、なんと今日はこのお時間に可愛いお友達が、もうオープニングからね、声がちょこちょこと聞こえておりましたけども、可愛いお友達がこの時間入っておりますので、一人一人自己紹介、お兄ちゃんからじゃあ自己紹介お願いします。はい、自己紹介お願いします。曽我宗太郎だけでいいぞ。曽我宗太郎だけどもじゃなくて、宗太郎、ちょっとね、マイクに向かって喋ろうか。はい、もう一回自己紹介お願いします。曽我宗太郎です。ああ、いいね。何歳ですか？6歳です。素晴らしい。そして、はい、マイクに近づこうか。はい、岡井久人です。はい、何歳ですか？4歳です。素晴らしい。今日は曽我宗太郎くん6歳と、弟の陸人くん4歳ゲストに入っております。イエーイ、はい、イエーイは。イエーイ。さっきの電気もすごかったんだけど、宗太郎くんにじゃあ質問しようかな。どこから来たんですか？出身はどちらですか？東京、うん、あ、東京なんだ。うん、飛行機から来ました。マジかよ、飛行機で来たの。うん、いつから来たかわかる？8月25なんだ。うん、かなりの長期の滞在だね。沖縄は初めてですか？去年行ったことある。あ、そうなの。そうか、宗太郎くんは6年生ということは、あ、6年生じゃない、あ、1年生。そうか、1年か。あ、そうかそうか、ごめんね。6歳か。6歳。1年生。どう、1年生楽しい？厳しい。厳しいよな。1年生はね、うん、厳しい。でもね、楽しいこともいっぱいあるよ。でも、夏休みが恋にしてね、家族で沖縄に来れるっていいよね。うん。素敵だと思います。そしてじゃあ、リクト君。お待たせいたしました。リクトは4歳ってことなんだけど、学校は何ですか？学校は何ですかっていうのおかしい。学校はどの学校ですか？保育園？あ、幼稚園。幼稚園？うん、何組になるんですか？年中さんだ。年長さんか。そうか。年中さん。年中さん。うん、リクト4歳？4歳だよ。ね、でもなんか4歳にしてはなんか堂々としてる感じがするんですけど。堂々してないんだ。ね、あら、リクト、さっきの電池がないな。
さあ、お父さんにもちょっと質問してもらいましょうね。はい、お父さん、おはようございます。おはようございます。改めまして、曽我さん、はい、いや楽しい、なんか家族構成ですね。お父さん、そしてお母さんで、曽太郎君、陸斗君の4名家族で、はい、25日から沖縄に入られてるんですね。で、今日30日、かなりの長期滞在ですけども、はい、もう計画は立てられてたんですか、今年の沖縄旅行。そうですね、もう春ぐらいから沖縄に行こうかって話はしてまして。いいですね、はい、ありがとうございます。で、宿泊先はどちらですか。あの、日光アリビラの方に宿泊してます。ありがとうございます、はい、ホテル日光アリビラ、まあ、そちらの方に宿泊しているということなんですけども、もう今の時期、そちらから見るこの風景というのはかなり絶景じゃないですか。そうですね、夕日も綺麗でしたし、お魚も、ね、たくさん見れて、いいですね。ますね。海にも行ったの、みんな。うん、行ったの。うん、で、うん、でも一昨日さ、すげえで一回カニ見つけた、うん。あ、そうなの？うん、ぐらいの。カニ？うん、え、捕まえたの？捕まえた。え、その後どうしたの？その後飼って、うん、興味が。今日海で。あ、そうなんだ。まだ元気なの？まだ生きてた。まだ生きてるんだ。そうか。アバナシでも餌を。でも自然とね、この触れ合えるまた機会もあったんですね。海以外にどこか行きましたか？ガラス作りとか。ガラス作った。沖縄ワールドとか。そうなの？リクトも？リクト何作ったの？ガラス作り、同じ。ガラス？同じガラス作ったんだ、うん、お父さんとお母さんと一緒に。違う。あ、違う？リクトは、うん、リクトはお母さんと、うん、そうか、一緒にやった。俺は一人でやった。すごい、お兄ちゃんだからね。リクト、これあのマイクだからね、これ。お人形ちゃんみたい。まあね、気持ちいいよね、このふわふわね。はい。で、何か食べたりもしたのかな。え、何か食べた、沖縄の料理。何か沖縄料理食べましたか。肉とか。肉、いいね。もしかして豚かな。豚、鳥、豚、鳥、アグ、牛。いいじゃない、沖縄の牛も美味しかったんじゃない。で、お父さん、はい、いろんな、まあ、その海の体験とか、はい、琉球ガラス体験の話もあったんですけども、弓田そうめん、どっか行かれました。漁協組合さんのやってるあの定置網ですね。あ、はい、定置網体験を。定置網体験を。あ、そうなんですね、はい、子供たちと一緒に行ってきました。はい、ちなみに定置網体験でウミガメとか見れたから。あ、ウミガメ4匹取れた。あ、そんなにいた。うん、そっか、ジンベエザメはいなかった。いなかった。そうか、たまにあのジンベエザメもね、間違ってかかることもあるそうなんだけど。そうしたら船乗れないじゃん。ねえ、そうだよね。じゃあどうやってで。でもね、ちっちゃい赤ちゃんのジンベエザメみたいなのもね。どういう風なの？こんぐらいなの？うん、もっと大きいよ。もっと、そうそうそう、ジンベエザメ、もうジンベエザメだからね。こんぐらい？もっともっと。こんぐらい？そう。そんなでっかいの？そう、がたまにかかるんだって。でもこういう定置網体験というのはなかなかできない体験があっていいですね。お父さん、お母さん自体は沖縄には毎年来られてるんですか？そうですね、毎年までは行ってないですけども、結婚して10年くらいなんですけど。そうなんですね。7回ぐらい来てるかな。それぐらい、はい、もう沖縄2じゃないですか。で、今後は沖縄移住も視野に入れてる感じです。そうしたいですね。実はあの、はい、我々 FM 読谷関東支部ファンクラブがありまして、関東支部、最近あのお台場でバーベキュー関東支部のみんなでしたみたいなので、全員なんかそのつながりある形でな、また曽我さんもつながるような形で。そうですね、はい、探してみてください。はい、関東支部、東京なんですよね。そう、沖縄の良さって何ですかね、曽我さんたちから。そうですね、あの、まあ、青い空と綺麗な海と、ご飯も美味しいですしね。 あと人がみんな優しいっていうのがすごく感じますね。ちなみに何を召し上がったんですか、ご飯は。肉以外に、お刺身いただきましたし、あの、それこそ読谷漁協さんの
でお刺身いただいたり。そうなんですね。はい、あ、そうもずく天ぷらとかも美味しかったですね。食べました。天ぷらも、はい、天ぷら食べたんですか。天ぷら天ぷら衝撃的じゃなかったですか。大きさ見ました。もずくの天ぷら大きいですしね。そうなんですよ。本当に沖縄何でも大きいものがいいというこの文化があるので、ね、食べました。もずくは皆さんもうね、ソータローはもうラジオよりもちょっと遊びたいとか言ってね。食べた。じゃあリクトはこの後何かしたいとかある？何かして遊びたいってある？ありますか？ないないよね。もう疲れたの。何して遊びたい？リクト何して遊びたい？海で。海？海行く。じゃあお兄ちゃん、宗太郎くんは何して遊びたい？この後宗太郎、マイクに向かおう。何して遊びたい？昼寝するだ。昼寝だよね、一番大切。あのね、寝ることはね、大切。寝る子は育つ。寝る以外に何かしたいから、沖縄で何か。俺は何した？何？プールで遊ぶ。プールで遊ぶ。いいね。アリビラのプール最高だよね、うん、向かいにもまた海もあるからね、プールに行ったり海に行ったり贅沢だね、うん、でも友達に自慢できるね。あ、そしたらちょっとこれカサカサしたいってことね。生放送で今ねオンエアしてる、ね、多分ねこのラジオ聞いてるたちはもう本当に笑顔でもう多分爆笑してると思うけど。さあお父さん、はい、うん、楽しいですね。そうですね。いや、素晴らしいですね。子供たちと沖縄に来るのも毎年なんですか？8月だし、3回、4回目ぐらいですかね。あ、そうなんですか、はい、そうですね。あ、じゃあ子供たち本当に小さい時から沖縄に。そうですね、小さい時から連れてきてます。まあ、記憶にはあまりまだ去年来たっていうぐらいなんであれですけど、はい、小さい頃。いや、でも子供たちがその思い出として残る沖縄で、さらに読谷村に来ていただけると非常に我々も本当にありがたいことなので、ユンタンザミュージアムってザキミ城址跡、あの世界遺産に登録されている場所、向こうもまたリニューアルしているミュージアムになっているので、博物館、そちらの方も、まあ入園料かかるんですけども、ここでまた沖縄の文化だったりというのを見れますので、ぜひ子どもたちとザキミグスクにも、ザキミグスク自体は無料で登れるので、はい、見に行ってください。見てみたいですね。どこに？あのね、ザキミグスク。リクトは何が好き？リクト何が好き？キャラクター何が好き？キャラクター？うん。あ、ソータロー何が好き？ポケモン。ポケモンの市場何が好き？化石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 って何？いないよ、そんなポケモン。ココトラ？うん。ココトラ？みんなもの言う。何？コスコトだ。そうか。なんか。うん。何？うん。東京で。おお。なんか撮ってないレアポケモンがいて、それが欲しい。見た。そうだよ、欲しいよね。うん。マサヤも欲しいな。やってんのポケモン。やってない。ごめんね。申し訳ない。本当に。もうごめんね。残り20秒になってしまいました。ただ本当にこのね、沖縄を通していろんな方々と触れ合いができて、ね、ね、また残り少ない沖縄滞在楽しんで、曽我さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでね。